SCP-896-JP を使用した G クラス。別任務で負った傷、眼球の損傷が感知している。アイテム番号、SCP-896-JP。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル。現在、SCP-896-JP はサイト、8181の定期見物収容ロッカーに収容済みです。実験を希望する職員は、レベル3以上の職員の監督のもと、2週間前までにウェブサイトから希望書をダウンロードして必要事項を記入し、提出してください。新たな SCP-896-JP が発見された場合、所持者の身辺、特に男性の存在を調査してください。発見された男性は全員回収し、SCP-896-JP の影響を受けていないかを確認した後、クラス B 記憶処理を行ってから解放してください。影響を受けている男性については追加で整形手術を行い、可能な限り元の顔に近づけてください。説明。SCP-896-JP は、金属光沢を放つピンク色のビニールで包装された、一般的なサイズのメンソール配合のデオドラントシートです。財団はこれまでに7点の同様の製品を回収し、それぞれ SCP-896-JP-1 から SCP-896-JP-7 に分類されていますが、そのいずれにも外面に商品名、製造会社、効能についての記載は存在せず、裏面に小さく、水分たっぷり、厚手の大型シート、1枚で、気持ちよく全身さっぱりんこ、体瞬間すっきりんこ、60+4枚入り、566ml。との記載があるのみです。また、SCP-896-JP-1 の裏面の包装には記名欄と見られる空白が存在していますが、検査の結果自予行液などを用いて名前を拭き取った形跡があります。記名されていた名前の特定には現在成功していません。SCP-896-JP の異常性は、男性が SCP-896-JP を使用して体を拭いた際に現れます。使用枚数が1、3枚の段階においては、使用者は SCP-896-JP を、極めて良い、と評し、以降も SCP-896-JP を使用し続けることに肯定的な反応を示します。この性質から、SCP-896-JP に何らかの強制力が存在するのではないかと、博士によって提言されましたが、検査の結果内部の液体成分に異常性は認められず、現在、この性質は SCP-896-JP の単純な商品としての高い品質によるものであると結論付けられています。SCP-896-JP の使用枚数が10枚を超えると、使用者の肉体、精神に影響が現れます。使用者の肉体のうち、SCP-896-JP で拭いた部分が、徐々に特定の身体的特徴を示す肉体へと変化していきます。この段階まで進んだ使用者のほとんどは SCP-896-JP を用いて全身を拭くことに抵抗を示さないため、結果的に効果は全身に及びます。個人差はありますが、使用枚数が20枚に達する頃には、使用者の肉体、容姿はほぼ別人のものに変化します。使用者はこの変化について疑問を示さず、指摘されても事故の変化について認識できないようです。SCP-896-JP-1 から SCP-896-JP-7 は、それぞれ別の特徴を持つ肉体への変化を引き起こします。以下にその実験結果を記します。実験記録1、日付2013年07月29日。対象、男性の D クラス D-896-JP-1、身長172cm、体重 65kg。実施方法、サイト、8181の屋外実験室にて、対象に SCP-896-JP-1 を使用して汗を拭き取らせる。結果、使用枚数が16枚に達した時点で、対象の肉体の変化が完了し、身長 180cm、体重 74kg のよく日焼けした筋肉質な肉体に変化。目の色は青。
実験記録に、日付2013年07月29日。対象、D-896-JP-1。実施方法、サイト、8181の屋外実験室にて、対象に SCP-896-JP-2 を使用して汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が15枚に達した時点で、身長190センチメートル、体重75キログラムの40代に見える男性に変化。また対象の容姿は日本の有名俳優、氏に酷似している。また変化した D クラスに SCP-896-JP-1 を使用させたところ、対象は再び実験記録1で変化した肉体に戻った。分析使用する SCP-896-JP によって変化する肉体は異なるようだ。鳥山研究員。実験記録3、日付2014年02月13日。対象、男性の D クラス D-896-JP-2。身長169センチメートル、体重64キログラム。実施方法、サイト、8181の暖房付き実験室にて、対象に SCP-896-JP-3 を用いて汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が12枚に達した時点で、身長165センチメートル、体重43キログラムの金髪の西洋人的な特徴を示す肉体に変化。分析、変化量が少ないとすぐに終わる。変化した肉体は一体どこに質量を飛ばしているのか？鳥山研究員。実験記録4、日付2014年04月6日。対象男性の D クラス D-896-JP-3。身長170センチメートル、体重92キログラム。実施方法。サイト、8181の暖房付き実験室にて、対象に SCP-896-JP-4 を使用して汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が21枚に達した時点で、身長120センチメートル、体重25キログラムに対象の肉体が変化。特筆すべき点として、対象に大幅な精神対抗が見られた。分析変化の対象にはおそらく制限はないと仮定できる。また、体重を大幅に減らすためにより多くの SCP-896-JP を必要としたことからも、実験3の仮説は逆説的にではあるが証明されたと言えるだろう。鳥山研究員。実験記録5、日付2014年04月11日。対象、先の実験で変化した D-896-JP-3。実施方法、サイト、8181の屋外実験室にて、対象に SCP-896-JP-5 を使用して汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が8枚を超えた時点で、対象の肉体が変化。身長103センチメートル、体重17キログラム。実験4よりもさらに著しい精神対抗が見られた。分析おそらく、対象の性癖に合わせて、SCP-896-JP は効果が違うものを提供されている。実験4の仮定はほぼ正しいと見て良いだろう。鳥山研究員。実験記録6、日付2014年06月30日。対象、男性の D クラス D-896-JP-4、身長180センチメートル、体重80キログラム。実施方法、サイト、8181の屋外実験室にて、対象に SCP-896-JP-6 を使用して汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が19枚に達した時点で、対象の肉体が変化。身長180センチメートル、体重71キログラム。また対象は日本のアイドルグループに属する、氏に酷似した容姿に変化した。実験記録7、日付2014年07月2日。対象、D-896-JP-4。実施方法、サイト、8181の屋外実験室にて、対象に SCP-896-JP-7 を使用して汗を吹き取らせる。結果、使用枚数が12枚を超えたあたりから、SCP-896-JP-7 によって吹き取られた部分の肉体が変色を開始。
15枚目を使用した段階で D クラスの獅子が鎖落ちたため、実験を中止。分析 D クラスは SCP-896-JP-6 を再度使用して回復させたが、これは、相当な悪趣味だ。鳥山研究員。ほい、SCP-896-JP は、県における、突如として家財道具をすべて残して失踪した女性たち、のニュースをキャッチした財団によって最初に収容されました。同県では同時期に失踪した女性が複数名確認されており、そのうち二人の自宅からは現在 SCP-896-JP-1 SCP-896-JP-2 に指定されるオブジェクトが最終的に回収されました。報道されていた失踪者は5名に上りましたが、うち3人の自宅からは何も発見されませんでした。SCP-896-JP-2 が変化させる姿が日本で有名な俳優の死であったことから、失踪した女性の周囲では彼女について大きな話題となっていました。エージェントは周囲への聞き込みの結果、SCP-896-JP の異常性を推定し、回収に至りました。女性の部屋の周辺で発見された交際相手と見られる男性は財団による記憶処理と整形手術の後解放されました。ほい、SCP-896-JP-2 の発見された女性の部屋から、一通の書きかけの手紙が発見されました。美代子さんへ、もらったクリームはとてもよく顔に馴染みます。先週、彼にボディーペーパーの効果が出てきたのですが、なんだか思っていたのとちょっと違ってて飽きちゃいました。次は細めで、守ってあげたくなるような可愛くて小さい男の子、金髪のイギリス人サルエルが似合う感じで、が欲しいので、調合を変えたやつをもう一つ、注文お願いします。あとクリームももうなくなりかけなので追加でお願いします。お金は振り込んでおきます。ほい、胃の内容、また、クリームが顔に馴染む、という記述から、鳥山研究員によって SCP-187-JP との関連性が指摘されました。文中の、美代子、という女性について、現在財団は捜査を続けています。源口博士。